日本の祝日と記念日、日本的节日与纪念日。お正月、日本新年。お正月とは一年の最初の月のことを言い、特に元日から7日のことを言う。お正月に門松やしめ縄、鏡餅を飾ったり、おせち料理を食べたりする。これは年神様をお迎えするためのものだそうだ。日本新年是指一年中最初的月份，特别是1月1日至1月7日这段期间。日本新年期间会在家装饰门松、祝连神、敬饼和吃年菜，据说这些都是为了迎接神明的到来。元日，元旦。元日，1月1日。新しい一年の始まりを祝う日。家族が全員集まってお雑煮やおせち料理などを食べる。子供たちは大人からお年玉をもらえる。元旦1月1日、庆祝新的一年开始的纪念日。全家团圆吃年糕汤、炸煮和年菜、御节料理，大人会给小孩子们压岁钱。成人の日，成人之日。成人の日，1月の第2月曜日，大人になったことを自覚するための儀式を行う日。各地方自治体で20歳に達した青年たちを対象に成人式を開催し、講演会を開いたり記念品を送ったりする。人生一度の成人式に大人としての正装で出席する習慣がある。成人之日，一月的第二个星期一，为了让年轻人们自觉已成年而举办仪式的日子，以20岁的青年们为对象，各地方自行举办成年礼，举行演讲，赠送纪念品等等。在人生只有一次的成年礼，有穿着成年人的正式服装出席的习惯。節分，節分。節分、2月3日、悪いものを追い払い、1年間健康で過ごせるように祈る日。鬼は外、福は内と言いながら鬼に豆を投げる風習がある。休みではない。節分、2月3日、赶走不好的事物，期许一整年都能够健康的日子。在日本有一边说着鬼出去福进来，一边向鬼撒豆子的习俗，这天没有放假。建国纪念の日，建国纪念日。建国纪念の日，2月11日，日本の建国を記念する日，休み。建国纪念日，2月11日，纪念日本建国的日子，有放假。バレンタインデー、情人节。バレンタインデー、2月14日、愛を伝えるために女性から男性へチョコレートを送る日。最近では友達や家族に送る人も増えている。休みではない。情人节2月14日，为了传达爱意，女生会送巧克力给男生的日子。现在送巧克力给朋友或家人的人变多了，这天没有放假。天皇誕生日，天皇诞生日。天皇誕生日，2月23日，天皇の誕生日を
お祝いする日、休み。天皇誕生日、2月23日。庆祝现任天皇誕生的日子、有放假。ひな祭り、女儿节。ひな祭り、3月3日、女の子の成長を祈る日。女の子がいるうちでは、ひな人形と言われる人形を家の中に飾る。ひなあられやちらし寿司を作って食べる。休みではない。女儿节3月3日，祈求女儿可以顺利长大之日。有女儿的家庭会在家中摆放叫做除人形的人偶，当天会制作除米果和散寿司来吃。这天没有放假。ホワイトデー、白色情人节。ホワイトデー、3月14日、バレンタインデーのお返しに、男性が女性へクッキーなどを送る日。休みではない。白色情人节3月14日，作为情人节的回复，在这天男生会送饼干给喜欢的女生，这天没有放假。憲法記念日，宪法纪念日。憲法記念日5月3日，日本国憲法の設立を記念する日。休み。宪法纪念日5月3日，纪念日本宪法通过的日子，有放假。子どもの日，儿童节5月5日。子どもの日5月5日，男の子の健康と成長を願う日。男の子が強くなって、どんどん高いところへ登っていけるように、兜や鯉のぼりを飾る。休み。儿童节五月五日，祈求男孩可以健康成长的日子，希望男孩子可以健康成长，并能出人头地，会装饰头盔和鲤鱼旗，有放假。母の日。母亲节。母の日、5月の第2日曜日。母に毎日の感謝を伝える日。カーネーションやプレゼントを贈る。母亲节，五月第二个星期日，向母亲传达感谢之意的日子，常送康乃馨或礼物。父の日。父亲节。父の日、6月の第3日曜日。父に毎日の感謝を伝える日。プレゼントを贈る。父亲节6月的第3个星期日，向父亲传达感谢之意的日子，常送礼物。七夕。七夕。七夕、7月7日、織姫と彦星が一年に一度天の川を渡って出会うとされている日。夜空を眺めたり、笹の葉に願いを書いた短冊をかけて自分の願いが叶うように祈る風習がある。休みではない。七夕、七月七日，织女与牛郎一年一度越过银河相会的日子，在日本会眺望夜空，在诗签上写上自己的愿望，并挂在竹叶上，祈祷愿望会实现。这天没有放假。海の日，海之日。海の日、7月の第3月曜日。海の恵みに感謝する日。休み。海之日，七月的第三个星期一，感谢大海的恩赐之日，有放假。お盆。盂兰盆节。
お盆、8月中旬、特定の祝日はないが、3から5日ほど休みになることが多い。ふるさとに帰り、ご先祖様をお迎えし、一緒に過ごす日。お墓参りやお墓の掃除をする。盂兰盆节八月中旬，没有既定的日期，但大多会放假三到五日，回乡祭祖，和家族一起度过的日子，会去坟前上香或是扫墓。敬老の日，敬老之日。敬老の日，9月の第3月曜日。長年社会のために尽くしてきた老人に感謝をする日、休み。敬老之日。九月的第三个星期一，向长辈及为了社会尽心尽力的老人传达感谢的日子，有放假。七五三，七五三节，七五三，十一月十五日，七歳の女の子、五歳の男の子、三歳の男女の子供が晴れ着に身をまとい、神社、寺などで無事に成長できたことへの感謝と今後の健やかな成長をお祈りする行事。日にちは11月15日だが、実際には10月中旬、11月15日頃の間でする人が多い。七五三节，11月15日，7岁的女孩、5岁的男孩、3岁的孩子会在这一天盛装打扮，在神社或寺庙等处感谢平安成长，并祈祷未来健健康康。虽然日期定在11月15日，实际上在10月中旬到11月15日之间庆祝的人很多。クリスマス，圣诞节。クリスマス，12月25日，キリストの誕生を祝う日。クリスマスツリーを飾ったり、建物にイルミネーションを飾ったりする。25日の朝に子供はサンタクロースからプレゼントをもらえる。圣诞节，12月25日，庆祝耶稣基督诞生的日子，会装饰圣诞树或是用灯饰装点建筑物。25日的早上，小朋友能从圣诞老公公那里拿到礼物。大晦日，除夕。大晦日，12月31日，1年の最後の日。多くの人がふるさとに帰って家族と過ごす。年越しそばを食べる。除夕，12月31日，一年中最后的日子，大多数人会回故乡跟家人团聚，一起吃跨年荞麦面。